人間はなんで魚を取るのかな。そりゃ食べるためじゃないの。でも魚は人間に食われるために生まれてきたわけじゃないだろう。この世は人の力ではどうにもならんことばかりだ。教えてください神蘭様。お前は俺と違って賢い。学んでおいで。ありがとう兄。ユイネン、そなたの名前だ。ユイネン。神蘭様のお話を聞かせていただくことよりも大事なことなんてないんじゃないのか。あ、何の意味があるっていうのよ。私は親不孝者です。葬式などしなくてもいいよ。彼女のためにお前ができることは何だ。あいつは私を成長させてくれる存在だと気づいたのです。また話を聞きにおいで。何が良いことで何が悪いことなのかわからなくなっちまった。善人なをもって往生を遂ぐ、言わんや悪人親。教えてください、なぜ善人よりも悪人なのですか。